はい。おはようございます。サヤプレのサヤマの日常でございます。昨日は、半年後、4、5ヶ月ぶりくらいかな。結構久しぶりに、狭山、所沢、入間以外に、出かけましたね。久しぶりにちょっと所沢を越えましたわ。ずっとこっちの方に引きこもってた、感じなんで、ハッピーのスタジオのちょっと荻窪に、久しぶりに行ってきました。都内に出るのもね、久しぶりだったんで、一番近い東村山から、出てなかったんで、所沢を越える、久しぶりに所沢という壁を越えました。まあ、久しぶりのね、なかなかいい景色でしたね。都内とはちょっとバスもね、都内は前乗りの後ろ折りか。こちらは本当にバスは前から乗るという感覚がないので、バスは絶対後ろから、で、前で降りると。そういうのもちょっとね、逆なんでね、ちょっと手間取ったりするんですけど、まあ、どこまで行っても同じ値段ってのは、ちょっと羨ましいなと思います。まあ、こっち距離があるからね、ちょっと同じ市内でも。ちょっとバスが、まあ、バス停過ぎるたびに値段が上がっていくという、ちょっとタクシーメーターみたいなね、ああいう恐怖感があるんですけど、ちょっと、どこまで行っても200円、220円か。結構羨ましいなと、飛ばしの方は思います。はい。一応昨日はね、帰ってからマルシェも行きましたし、かき氷とかね、食べることもできました。まあ、久々にね、ちょっと閉店するお店のことも、皆さんでいろいろ話したりもちょっとしましたね。寂しいなっていう感じで。はい。そちらの方も。ちょっと頑張っていきましょう。はい。じゃあ、久しぶりに昨日は東京へ行きました。はい。また。元気に。さよなら。ありがとうございます。でいつもハッピー第二のふるさとさが